はい、おはようございます。ゴッドキンキンシャイニングの AMS ジャパンです。今日もよろしくお願いします。さあ、今日もですね、いろんなものをキンキンコプチャキンぶち込んで飲んでいくキンキンシリーズこれをね、やっていこうと思います。よろしくお願いします。さあ、今日もリュウさんなんですよ。これね、もうゴッドキンキンシャイニング、なんか必殺技みたいな名前になってきましたけども、基本毎日ね、日替わりで出していくんでね、今日もね、リュウさん登場しました。ありがとうございました。からのコメント紹介ですね。昨日に続きまして連日登場してます。バンプ0521323ですね。このコメントをくれた3週間前にコロナ発症されたらしいんですけども、で喉が痛くて食べれない飲めないみたいな感じになって、で僕の動画を見て、まあ美味しそうで、まあ全部動画見てくれて、しかもね励まされたそうで、本当にねもうこちらこそこんなコメントもらったらめちゃくちゃ嬉しいんですけどね、ありがとうございます。で、リクエストですね。入手が難しいかなと思いますが、富士屋さんのレモンスカッシュをごくごくしてほしいってことですね。からのおじさんさんからですね、ぜひレモンスカッシュでもやってほしいってことなんですけども、さあ買ってきました。こちらですね。富士屋さんのレモンスカッシュ。いいカラーリングですね。入手は別に難しくなかったですね。比較的ね、簡単に見つかりました。下ここね、見落とし厳禁ですよ。果肉入りってなってるんですよ。めちゃくちゃうまそうなんですけども、横見ると1缶あたりエネルギー140キロカロリーカロリーがあるやつですね。これ決めていきましょう。さあ今日もキンキンに凍ったジョッキ登場です。キンキンに凍ってます。本当にもう芸術的ですね。冷気出てます。テンション上がります。さあ武器決めていきましょう。さあこれはですね、僕飲んだことないんですよ。初めて飲むんですよね。楽しみですね。レモネードスカッシュとどう違うのかってとこですよね。果肉入ってるか、全然入ってる感じしないですね。どうなんでしょうかね。さあ匂います。昨日までのと違いがよくわかんないな。レモンスカッシュとレモネードスカッシュ、さあ飲んでみたいと思います。じゃあ富士屋さんのレモンスカッシュですね。いただきます。乾杯。うまいんです。うまいけど炭酸の刺激はあんまりない。果肉入ってるかこれ。うん、残ってないよね。果肉に出会えてないな、わかんねえ。はい、お疲れ様でした。ガム飲みしてやりました。今日のやつですね、あと昨日の分なんですけど、これはですね、僕これガチで昨日今日連日飲んでますけども、まあ飲み比べしたような感じになります。ね、圧倒的にこっちの方が美味しいですね。粒々みたいなのがあった感じがしたんすよね。目にも見えたしね。これは感じなかったっすね。ちょっと期待値高めに飲んだんで、そこのあのハードルっていうか高すぎたかなーっていうのがありますかね。あとはですね、まあ、飲んでみて思うんですけども、レモンスカッシュとねレモネードスカッシュ違いが分かんないっすわ。分かんない。ちょっとここね謎だったんでね、また富士屋さん以外でねこういったの見つけたらね飲んでいこうと思います。さあ最後次回動きやっていきましょう。明日はこいつですね、キリンレモン。これもねほんとねだいぶお待たせしたんですけども、やっと動画できますね。いや、これは間違いないっすよね。絶対うまいやつですよね。明日もですね、レモン攻めしていくんでね、よかったらぜひご視聴よろしくお願いします。ちょっと順番がね、逆になりましたけども、最後にコメントをくれたですね、バンプ0521323とですね、おじさんさんですね。本当に今回ね、リクエストくれてありがとうございました。ちょっと順番めちゃくちゃっすね。ごめんなさい。次回予告やって、コメントのお礼言って、あと最後ですね。今日のやつと昨日のやつですね。もし飲んでみたくなった、飲みたくなったって方でしたら、ぜひね、試してみてください。さあ、まだあるんでね、連日レイヤーのレモン攻めやっていきます。よかったら次回の動画もぜひご視聴よろしくお願いします。はい。では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。こっちの方がうまい。